日本滋賀県を移し石山石山とは、滋賀県を移しの町名、地区名である。石山寺ゆかりの地として有名で、立木観音などの歴史、文化資源が豊かである。また、大見八景の一つ、石山の秋月としても名を残す。抗義にはあわず以南の瀬田川より、西側の鳥居川、北王子、国部、寺辺、南郷等の一体の地域を指す。義には、 石山学区を指すことがあり、石山寺一から五丁目、石山寺辺町、大津一から二丁目、石山大津町、太平一から二丁目を指す。この項目では、講義の石山を取り扱い、またかつて存在した石山町についても取り扱う。1889年に外畑村、内、畑村、赤尾村、南郷村、仙町村、平辰村。 寺辺村、国部村、鳥川村、北大路村の区域をもって石山村が発足し、1930年に調整施行によって石山町になる。その後、1933年にゼゼ町とともに大津市に一部となる。現行の大津市都市計画マスタープランでは、中南部地域と南部地域の両方をまたいでいる。大津市立の小中学校に通う場合、 石山地域での学区は以下の通りである。縄文時代から人間の居住が確認され、淡水貝塚として有名な石山貝塚が石山寺の近く存在する。また、石山での銅鐸の湿度が見られ、弥生時代にも文化があったことが伺える。また、国分大塚古墳などの古墳などが確認されている。しかし、南部では山地に囲まれ、 濃厚可能な平野が少なかったので、古墳時代中期頃まで人が住み着かなかったとされる。岩間寺、本堂7世紀から8世紀にかけて、日本の仏教信仰が盛んになり、これに伴い社寺が建立されることとなった。大長が722年に岩間寺を創建している。その後、745年に、東大寺造営のための建設資材を集積する石山院が置かれ、 これをもとに、両弁が、石山寺が創建された。そして、815年に、空海が、立木観音を建立した。平安時代に入ると貴族による石山寺への石山詣が盛んとなる。瀬田川とがラ山による、風光明媚な立地が人気を博し、様々な人が、石山寺をめぐって、文学を紡ぎ出してきたとされる。特に紫式部が、 源氏物語の執筆したとして、紫式部ゆかりの寺として有名である。西国三十三所観音巡礼の第十三番札所として庶民にも信仰されるようになる。人身の乱では、瀬田の唐橋は激戦地とされ、その後も交通の要所として何度も消失することがあった。また、瀬田川と大戸川が合流する。 久語税は軍馬が溶かしやすく戦略上重要な拠点として利用され、幾度も戦乱に巻き込まれた。なお、鳥居川町に位置する御霊神社は、人身の乱で破れた大友美港を祭神として祀ったものである。石山寺周辺の地域は石山寺の寺寮であり、この池に支配されることもあった。江戸時代以降は、税税藩の支配下に置かれ、藩の奨励で神殿の開発が行われ、 農民の数も増えていった。この頃、漁業が盛んに行われ、世田川の浄化流や対岸同士で騒論が繰り返された。また、通船計画や洪水防止のため、1670年から付近の農民を動員して世田川の春節工事が行われている。1889年の市町村政志向により、石山地区の住家村が石山村に統合され、 旧村名は大技として残ることになる。1894年に湖南汽船が大津石山寺間に定期航路を開設した。洪水防止として瀬田川の通水を円滑にするため、春節工事が何度も行われてきたが、下流地域の反対が強く根本的な対策にはならなかった。1905年には、淀川改良工事の一環として瀬田川の水量を 自由に調節できる南郷荒井関が完成する。この荒井関の完成によって、以後60年間は、琵琶湖の水害問題から解放されたと言われる。1903年に隣接する、ゼゼ村合わずに、東海道本線西山駅が開業した。この当時は、運送や、宿や、土産品や、飲食店などが数軒立ち並んでいたが、あまり発展していなかった。 1914年に石山まで大津電気軌道が延伸した。1927年に東洋霊ン株式会社滋賀工場が石山に開かれる。琵琶湖由来の良質な水と穏やかな気候風土が霊ン工業に適していると判断されたからである。隣接するゼゼ村の朝日人造建築株式会社と合わせて当時の日本の霊ン生産工の半分を占め、 ゼゼ町、合わず地域から石山にかけては、かつての農業地帯から工場街、住宅街、商店街が形成されていった。現在の石山商店街もこの時に繁栄し始めたものである。また、大正末期から昭和初期にかけて鳥居川や北大路では人口、個数が大幅に増加した。このことで石山村は町としての定裁が整い、 石山町に昇格した。1931年の石山町全人口のうち35%が工業従事者であった。その後、1933年に石山町、ゼゼ町、大津市は解消合併し、大,大津市が誕生した。この合併によって大津市は財政的に豊かになったとされる。第二次世界大戦では1945年7月24日に、 東洋霊園、大津工場が爆撃により16名が犠牲となった。戦後は空襲を受けた東レが再建を目指した一方で、商店街でも古着や軍隊の放出物質、日用雑貨などを売る人の姿が見られた。その後の後継期により復興過程にあった石山商店街も活気を呈した。この石山商店街は、 戦後から本格的に商店の軒を連ねるようになった。1959年の商店街診断勧告書によれば、石山商店街の客層の7割は地元の工場で働く労働者であり、それ以外は石山、田上、大石地区の農民が足を伸ばす状態であった。一方で、それより南側では、酪農経営や和牛飼育などが行われていた。 1946年に知的障害児やコ児を収容する大見学園が南郷で開園される。1973年に石部に移転するが日本の知的障害者福祉において先駆的な施設であったとされている。1961年に瀬田川荒井関が完成した。続いて1964年には瀬田川下流の宇治市で天ヶ瀬ダムが完成した。 天ヶ瀬ダムの完成に伴い、石山街畑町などの地区が水没するため移転を余儀なくされ、県道大津南郷宇治線の道路開通や、卒下大橋の完成で外畑周辺の景観や交通は大きく変わった。昭和30年代後半からベッドタウン化が進み、1966年から1971年にかけて石山団地が形成されていった。 それに引き続く形で昭和40年代後半から南郷地域でも宅地開発が進み人口も急増した。この人口増加に伴い1979年に大津市立南郷小学校が開校している。石山の地名は石山寺の境内にある気配石に由来する。石山駅は南部方面へのバス交通の結節点となっている。瀬田大石。 田上方面までも県内に含む一大ターミナルとしての様相を持つ。ありがとうございます。